不好意思，我想请问一下妹妹导建筑师，就是我想问一下关于金泽美术馆那个案子，就是他他在那个空间量体跟空间量体之间，他都用一些用一种很轻薄的方式去界定。那我想问的是，他一开始是不是有把墙空间放大的这个意涵？就是量体跟量体之间的墙。 空间放大成虚空间的这个意涵，量体跟量体之间的强空间对，对，就是他你的墙是 strong 吗<他>？还是 w a l y e s えっ <Yes. S 2>、欸、と、そうですね。あの金沢では、通路、あのそれぞれのこのギャラリーの中と。 ギャラリーとギャラリーの間の場所っていう両方が、えー、と両方同じように、えー、とあの使えるようにこういうとこですよね間の。つまりは一つはあのこのギャラリーを全部くっつけるといくらここをガラスにしても街の方から見たら なんか大きな塊が見えて美術館で何が起こってるか分かんないっていうのでこういうところをいろんなスリットができて中美術館で何かが行われて起こってるっていうのが街からも見えるようにしたいっていうことが一点とそれから片方で最近のアーティストの人っていうのはすごくきちっとした展示室が欲しいっていう人と。 それからいいいろんな変な変場所で展示したいっていう人がまあ両方いるのでえつまりこういうところも同じ展示壁と同じ仕様で作ってましてでも場合によってはここが使われたりなんかここ,ここが使われこういうところに展示した人もいるしその都度そのいろんなどういう場所でどんな展示をしたいかとむしろ美術館っていうのがどういうふうに使うかによって。 あのさっきもちょっと言いましたけどここだけが美術館になってもここがもうみんな交流ホールになっちゃう時交流館になっちゃう時もあればこうバラバラに使われる時もあればいろんなふうにその都度こう美術館が出来上がってくるっていうのものを作ろうとしたので間の場所とそのギャラリーの中と両方がまあ同じようなあの強さで現れるようにしたいと考えてます、えー、特に最近のサナの近作はあの曲線が 建築の歴史においてやっぱ見たことがないようなものがいろいろ出てきていて、まあ、金沢の時は正しい幾何学的な縁ですけども縁、えー、でもなく楕円でもなく、えーまあ、言葉にできないようなでかといってアルゴリズムだけでも説明できない、まあ、先ほどあのアクリルを自立させるために、えー、細かくあの揺らぎを入れるとか。 あるいは断面方向ではシェルとして持たせるっていう話もあったと思うんですがでもおそらくそれだけでも説明しきれないようなまあさっきこう弱い曲線って話をされたと思うんですがその曲線についてあのこれまでなかったのは非常に新しい可能性を次々今見出しているように思うんですがどのようなことを考えているのかっていうのと。 どのように形を決定しているのかっていうその二点を聞きたいです。えっと、そうなんですね。そのまあ弱い曲線って言ったのはあれはあのたまたま犬島がやっぱりすごくその伊島でのことで、あのこうだいぶ時間が経ったこう建物とかあのランドスケープの中に。 なんかすごい気をつけて作ってるつもりでも新しいものを作った途端にやっぱりバーンってものすごい強く現れちゃうでまあそれがまた10年20年経てばまあだんだんなじんでくるのかもしれないけどその時にあの模型の段階でもこうなんかただカーブを例えばこういうのですね今みたいなカーブでやってもなんかあの強くなっちゃうとでそれっって多分やっぱり稲島の場合だと。 ももとと道もすごい2メー,ターとか細いですしあの、まあ、船も材料が車が載せれるようなフェリーが来ないしってことはもう自然的にすごいちっちゃなものを積み重ねたりしながらまあ作ってるとそこにちょっと無理してこのいつもと同じ大きさの窓なんかをバンと持ってくると、まあ、それでもあのちょっとずつリノベーションが出来上がるために。 あ,あってショック受けながら強い結局やっぱり自分が作ったものがどうやってもやっぱちょっと強くでまあそれにまたあのだけどまあ何度か行ってるたびに少し慣れたり緑をやったりでまあそういうプロセスをたどってますけれどもまあそれがまあ極端な例かもしれないけどやっぱりなるだけこう溶け込もう溶け込もう、まあ、周りと関係を持とうってやろうとした時に建物の。 やっぱり金沢のこうカーブなんかやっぱものすごく薄いって言っても強いですよねバーンともう切ってこっから建物、まあ、でそういうのをな,んかなるだけ周りと本当に関係を持てるために、まあ、その厚さだけではないこのどのそういう意味ではそのどのぐらい。 厚さも関係するだろうし形も関係するだろうしそれもそのまあ町の中とちっちゃな村とかそういうところでもまた違うと思うんですけどその都度まあ探せたらいいなと思っていてそれでまあ,あの本当に説明のつかないカーブはすごく多いんだけど、まあ、かといってあのローズあの 初めはこうフリーハンドから始めるんだけどやっぱり作る時に実際あの、えー、っとお金のために型は何型までにしなきゃとかここは扉開けるからフラットにしようとかっていうと、まあ、いろんなことから直線とカーブをつないだ形にしていかなきゃいけないとかあのでいろんな、まあ、そういうことから結構。 決まってきちゃうっていうとあのまだまだいろいろあると思うんだけどやり始めるとだん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 こういうのなんかも型をなんもっとこう不定形でやってたんですけどこれはこう円弧でかけるところと直線とまた円弧と直線っていうふうに型を減らすためにえとじゃあなんかどうやったかなこれはじゃがいもが 型にしたんだけどそのどうやって直線と曲線普通のカーブを組み合わすかっていうとこにあのある程度直線を使ってある程度普通の R を入れてまた直線っていうのはじゃがいもみたいになってくるじゃがいも単位何だったか忘れたんだけどいろいろあ,の、まあ、あるんですねこう初めくにゃくにゃしたとこからで、えー、そういうことでまあ決まってきてますね。でだかから一番まあ説明がつきにくいのはもしかするといあの さっきのサペンン、タインあれはやっぱり屋根なので壁がないので結構自由にあのやれちゃってるところがまあ,あるんですけどそれでもまあ一応そのここに木があってす あここに木があってここに木があって木があってってそれを囲むような場所を作ろうとか、えー、こっちは今度こっちが正面に見えるにしようとか、えー、といろいろやっていくともう平面図見ると本当にみっともなくて平面図は外を出すのをためらってたこれを次映すと本当に変な形でこんな変なのと思いながらもうその場所その場所でこっちはこうなった方がいいああなった方がいいっていうのをつないでって、まあ、こういう形に、まあ、なったりしてます。 <laughs> ただやっぱりいまだに自分たちも分からないんだけどカーブっていうのは結構どうしてか分からないけどあのもうちょっとこうした方がいいこうした方がいいと思ってちょっとやっていくと突然。 果物に見えてきたりでちょっと変えると動物に見えたりってそれが結構共有できるんですよねそれが本当不思議だなと思ってあのいくつもいつくも分からないからみんなでいろんなカーブを描いててもうちょっとここ直した方がいい直した方がいいって,言ってるうちに。 ちょっとと直してることで全然違うふううにに見えるようになっちゃうでその辺が本当にどうしてかなと言いながらであの展覧会でこうフルーツバスケットっていうのも出してる,してるのも形を決める時に一人の人が延々いろんな形をやってたんですけどあんまりこう抽象的になるとやっぱりフルーツバスケットっていうのに 分かんないからないもうちょっとって言ってこうやると本当にただリアルなリンゴとみかんを再現してるみたいになってそれもつまんないとでその辺のやっぱりどうの手それが結構結構みんな共有できるんです適当にやってるはずなのにあここまでいっちゃうともう本当にただみ,みかんの見本作ったみたいだねってでここまでいっちゃうと何か何だか分かんない何かなんか曲 局面のボ,なんかボリュームを作ってるみたいになっちゃうでこの微妙さっていうのがとなんかその中がなんか中,中小度みたいなものをこう変えるっていうでそれは結構その周りとの関係ある建物を作りたいって言った時にその周りをどれだけ。 なんか適当な抽象度っていうのがあると思ってるんですけど、どう捉えるかって、それがそのカーブと結構カーブがどんなカーブになるかっていうのと関係するかなっていうふうに思ってます。